モモンガトリートメントの基本的な使い方ですが、このようにドレッシング容器にお湯が100、モモンガが10、10対1の状態で混ぜたものを用意しておきます。それで全体にまぶすだけでトリートメントがバッチリできます。で、つけたら今度はお湯をためてタオルを使って全体にくぐらせていきます。これを繰り返すだけで髪質がガラッと変わります。このような感じに溜まったお湯で、しっかり循環させてください。これはムササビクリアコートというものですね。これを流さないトリートメントで使うことによって、相性がモモンガと抜群なので、パリッとしたツヤがある仕上がりが作ることができます。